こんにちは、茂木和也です。今我が家のトイレに来ております。今日はトイレ掃除をしようと思うんですが、どこをやるかというと、トイレの床のこのフローリングのですね、隙間の汚れですね。ちょっと近づけますが、少し黒くなってきてるんですよね。この黒いのがどうも気になってきて、もっと白かったんですよ。だからこの隙間の黒ずみをですね、落としていきたいと思います。で、使うのがですね、カビキラー電動スプレーです。あとマグカップ、そして熱湯で L 字に曲げた歯ブラシ、これでやっていきます。で、やり方はまずこれにですね入れて、あとは塗っていくだけですね。何も難しいことはないです。直接スプレーしてもいいんですが、広くついちゃうじゃないですか、カビキラーが。そうすると匂いがいっぱい出て大変なので、できるだけ少ない量でやっていきたいので、こういった形でマグカップに入れて塗り広げていきます。はい、もうちょっと塗ろうか。こうやって塗ったら、あとはしばらく放置ですね。はい、一旦止めます。このまま放置したいと思います。はい、30分ぐらい放置しました。どうですかね、あんまり変わってないような気もするし、ちょっと薄くなったような感じもしますけれども、薄くはなってる感じしますね。やっぱり乾くとまた違いが分かりやすいかもしれないですね。はい、ではですね、仕上げに、これは普通の水ですね。水道水を霧吹きして、仕上げにティッシュで拭いて、これで終わりです。あ、やっぱりちょっと薄くはなってますね。薄くはなってますけれども、ここはちょっと隙間空いてるんですよね、若干。だから余計に黒く見えるんですけれども、はい、せっかく綺麗にしたので、予定はしてなかったんですけれども、このバスボンド級でここ埋めてみたらどんな感じになるか、ちょっとやってみたいと思います。どうなるんでしょうね、こういう感じで。せっかく塩素で除菌もしたし、汚れも落としたので、この機械にやってみようと思うんですけれども、二度塗りとかした方が良さそうですね。こんな感じにですね、若干埋まったところが白くはなりましたよね。ここの横のラインもやってみましょうか。
はい。何度か上塗りしていくと綺麗にいきそうですね。一回塗っただけでは、完璧ではないですね。ちょっと横も縦もう一回やってみましょうか。乾いてないんで、本当はしっかり乾かしてから2度目やった方がいいんでしょうけれども、いい感じですよね。あ、でも拭くとあれか、やっぱりあれですね、拭くと戻っちゃう感じがしますので、完全に乾かしてからやった方が良さそうですね。まあ、これはあくまでもちょっとどんな感じなのか試したまでですけれども、まあ、黒ずみちょっと気になっている方は塩素系で落ちたりすることもありますので、今回は残念ながら明らかに綺麗になったっていう感じにはなりませんでしたが、このフローリングの黒ずみっていうのは塩素系で効くことがありますので、まあ、よろしければ参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。